山成協力から1960年8月31日は、日本の官僚、銀行家、大倉省主計局長や、台湾銀行副当取、満州中央銀行副総裁等を歴任した、岡山県四月郡、柳瀬村生まれ、吉井小学校を経て、工場館中学校を卒業後、重慶、坂谷義雄の所生となる、10代で脳一血を経験。 1890年に高等商業学校主計科を卒業後、大倉省入省。34銀行台湾支店長、台湾銀行神戸支店長、台湾銀行大阪支店長、台湾銀行総務部助役を経て、1913年から台湾銀行理事兼東京支店総支配人を務め、投資信託の開発に尽力し、その後投資信託創設のため、 法制審議会委員として、台湾銀行法の改正に当たるなどした。大倉省主計局長、台湾銀行副頭取、東洋政党社長等を経て、1932年に満州中央銀行が設立されると副総裁に就任し、酒井厚総裁に代わり、実権を掌握し、満州国の財政再建に当たった。1947年東海カーボン相談役。 東京海上火災保険取締役、第日本政党監査役、南洋協会設立発起人、台湾電力設立委員等も歴任した。坂谷義夫の家庭教育現代社会、研究科研究報告、57から68、ABCDE ひさす両一、台湾銀行による、信託預金の喪失と影響。 大正時代の金融イノベーションがもたらした、日本新宅業の発展景気、新宅研究所令金論中だ一個、ABC 山成協力茨城文化財センター、古代、真っ黒ばカン、坂谷義雄の家庭教育、伊藤巻、愛知宿徳大学大学院現代社会研究科、現代社会研究科研究報告6、2011年3月6日、ABC、 山なり協力人事更新読データベース大発版昭和3年7月満州国中央銀行の総裁理事決定総裁には坂井津市就任満州日報1932.617満州中央銀行満州中央銀行氏、通貨金融政策の奇跡渋沢社氏データベースよ森二十世紀三十年代中国金融危機的歴史考察 数文化、67ページ、東海カーボン、東海カーボン65年史、渋沢写真データベースハットヒストリー歴史一般、財団法人アジア、南洋協会台湾電力株式、会社設立意味職国士館台湾文献館。ありがとうございます。